手伝ってもらってたんですよ、この場所の設計を。だけど今日は誰もいなくて私がやった。はい、今日メイクします。どう見てもすっぴん。やだやだ、そう、今日もなんかあのなんだっけ、コンタクトはつけてないので、はい、あんまり見えていないんですが、おはようございます。よし、この画角じゃないとさ、角度的には綺麗じゃないんだけどさ、収まれないしさ、また下からアングルじゃない、ちょっと嫌だな。はい、地道にメイクをします。でもちょっと今日ファンデーション塗りたくない気分、今日は塗りたくない気分だからちょっと迷ってる。うん、どうしようかな。上出ない、出ませんよ。お、このさ、空気がさ、めっちゃ、しかもね、最近考えてて、何を考えてたかというと、メイク、今までこう私がしてきたメイクってこう何、ステージ映えするメイクじゃないですか。でも3月からあの本当に社会、一般社会で生きていく人間になるわけなので、あのステージ用じゃないメイクをできるようにしないとと思いまして、そう、なんかもう贅沢な悩みだよなって思うんですけど、こういかにステージ上で綺麗に見えるかっていう研究をしてきたからこそ、なんかやっぱり普通の私生活だと濃いわけですよ、メイクが。それを私はどうにかしたい。なんか濃くしたものってもうその後から薄くはできないんだよってメイクさんにね、こう言われてたんですよ、初期の頃から。だから別にすごい速い速度で濃くする必要はないよって言われてて、確かになと思ってたんですよ、私その時は。だけど今になって、ああ濃くなっちゃったなって思って、だからなんか結構それをうまく調整するのって難しいなって思って。この部屋ティッシュないのかな。ないねここにはないね。そう、なんかうまく馴染みたい、私は浮きたくない、外で。そう、浮きたくない気持ちが強すぎて。おはよう、みんな。どうしたら馴染めるんだろう馴染めるんだろう。濃くしないことだよね、まあ極意としてはきっと。ちょっと今日は濃くしないメイクをやってみよう。ものは試しだよきっと。もうさ、全部きっとって言っちゃう、嫌だな。最近は美味しいものを食べさせていただいています、両親に。この間初めてね、クジラ、クジラ食べたんですよ。クジラの刺身だったかな。昨日は夕飯に馬刺しが出てきて、でこの間クジラを初めて食べました
クジラってなんかでもすっごい筋のない柔らかい馬刺しって感じだった。クジラでも馬刺しは海鮮じゃないですね。結構な高級食材なのかな、クジラって。思い出話をしながら夜ご飯を食べたんですよね、家族で。でもそしたらお父さんが、お父さんとね、本当にファイナリストライブを振り返ってて、本当にあの時の初恋サイダーか、そう、最近なっちゃんだったかな、メンバーがあの初恋サイダーがーって言ってくれることがすごい多くて、であの時のことを振り返ってたんですよね。で、あ、そうだ、ゆらちゃんのソロコン見た日だ。ゆらちゃんのソロコン見た日で、ちょうどゆらちゃんの話もしてたの。本当にすごい子、私なんで縁がもらえたんだろうみたいな話をしてて、そう、それであの初恋サイダーのステージの話になって、最初ね、パパは自分の娘だと思ってないわけ。どんな演目に出るか分かってないから。おはようございます。そう、パパは私がその曲で出てくることとか知らないから、でもなんか入りでもう真ん中に土線にいたじゃないですか。で、曲が流れて歌い始めた時に綺麗な声だなって思ったんだって綺麗な声だなって思ったらしくて、で画面をこうやって見てて、そしたらまさか自分の娘だと思ってなかったらしく、すごい驚いたって言ってました気づいてなかったんかいって、ちゃんと娘なのに。面白い。でもあれ、あのああいうステージっておもろって思ってる本当に思ってる。なんかだいぶなんかなんていうのかな、もう覚醒というか、もう普通の精神状態じゃあの場であの何いつも通りは歌えないよねってお父さんが言ってて、確かにそうだよねみたいな言われてしみじみ思うけど、確かにっていう。私は本当に家族を呼んでよかったって思ったステージでした。幸せだったな。え、コンシーラーだけでもさ、いや、微妙だな。またまああの会場は、劇場とはまた別物ですけど、でもどうなんだろう、私の人生上のこのステージという企画の中では一番多いキャパだったのかな、あの日が。どうなんだろう。何人ぐらいあの会場にはいたんだ。まあ貴重、まあってつけたら貴重っぽくないからやめてだいぶ貴重でしょ、普通に生きてた私からしたら。本当に身に余るって本当にこういうことだと思う。
身に余るで合ってる、なんかこの身の丈に合ってないみたいな、そう身の丈に合わない、あれ言葉むずいね本当に、私の身の丈には全く合っていない。おでこちゃんは諦めたいと思います。おはよう。役には役に立たせるところはそんなにないんじゃないかな、普通に生きてたら。いやもちろん私の中でこう人生でも人生の中でも印象に残る記憶ではあるよ。そうなんだけど、多分あれ一般社会に生かすタイミングはないと思う。こう何アイドルとかそういう人前に立つ立場だからこそ生かせる経験なのかなって思う。だから私は今メイク終了しました。早い早い、でもちょっと急ぐだからなんか、まあ、まあ自分でね選んでその機会をね、機会とおさらぶするわけなので、特に私的には後悔とかはないんですけど、でも多分こう NGT の活動だけではできなかったことなので、そこが大きいですね。なんかさ、冬だから冬めっちゃ乾燥しない？ちなみにこの、はい、あすいません、目がむくんでる。冬は乾燥するよ。ほんとだよね、やっぱ鼻水噛みませんかな。ごめん、ちょっと今噛めないの、ごめんなさい。嫌だったらあの全然ルーム抜けていただいて構わないので、すいません。まあそこまで鼻水噛むの強要する人いないか。気まずい。目の周りがめっちゃ乾燥する。なんかさ、もし卒業してなんか次に何かやるってなった時に
人前に出る仕事っていう時以外は私基本的にあんまりあの外の世界に触れたくない人間なんですけど、やだな、りのちゃん別人になってたとか言われたくないんだってだからりりがもし今よりもちょっと見た目がマシになってたら、あのダイエットしたんだなって思ってください。何の話かよくわかんないんだけど、自分でもダイエットしたんだなって思ってほしい。あの決してあの整形したのかなとかやめてねおはよう、おはようございますおはようございます。まあ多分ネットとかそういうのを皆さんに見える場所でやらないのが多分一番触れられないよね。うん、頑張ろう頑張ることじゃないんだけども、それはなんかやっぱり私の周りの友達でもこうアイドルをもしやめたらなんか SNS とかやらないのって聞かれたんですよね。なんかいろいろ、いや何もない、え、なんかさ、そういう探らないでは欲しいんだけど、あの本当に何も出てこないから何もないんだけど、でも普通にあの願望としてね、そのなんかアイドルじゃなくなった荒井りりのをアイドルの荒井りりのと見られるのは多分私は避けたいタイプで、だからもう綺麗さっぱり姿を消すにはみたいな難しい話してる。もうこの世界に例えばね、例えばだけど今のところ何にも考えてないけど戻ってくるって決めた時はいいとして、それ以外のタイミングではとても中途半端になんか顔出すの嫌で、何がしたいのか分かんなくなっちゃうじゃん、アイドルやめたのにみたいな。そうそう、だからなんか私はいかにあの綺麗に綺麗にというか、なんかなんだろうな、誰からも何も言われない生活送れるのだろうか。だからその友達はさ、みんな学生とか、まあ、社会人とかの子もいるけどなんかアイドルのリードも好きだったけど、こうやっぱ制限があるわけじゃないですか、私生活の中で。だから逆にこうなんだろう、何も気兼ねなく遊びに誘えることとかも嬉しいしみたいな。だからなんか複雑な気持ちって言われたんですよ。それで SNS やらないのって言われてファンの方と同じことを聞かれたんですねでもなんかやるってはっきり言える自分がいないんだよね。うん。別にさ、もうさ、そのアカウントを持っちゃダメとかっていうルールもなくなるわけじゃないですか、3月からは。だからさ、って思って、
自由になった時のなんかこの行動の仕方が分からなくなったのでは、私もしかして制限の中で生きてるとそれになれるよね。そう、あでもだからね、一つだけねめっちゃねはっきり言えるのは、前にあの配信のコメントでファンの方が、あのメンバーは辞めるとそのメンバーを装った偽りのアカウントができるよって言われたの。だからあの安心して、それ絶対嘘だから、私じゃないから。えもうこれは本当に言っておきたい。私 SNS あのアカウント作る予定とかないから、あのあなんか SNS のアカウント出た時点で、あリリオちゃんじゃないなって、あのこの配信を見てた人は思ってほしい。絶対に違うなっていう、私のわけがないので。そう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 、自由自由すぎるとそう何も、働くっていうなんか、まあ、働く感覚とはまたちょっと違うけど、アイドルはけど多分私はそういうのが好きなんですよ。高校生の時もアルバイトすごい好きだったしだからね、分からない、まあ、環境もあると思うけど、多分他の人よりこう自分のやるべきことをやる、人の役に立つっていうのをが好きというか、生きがいを感じるタイプなんですよ、それにちゃんと。だから結構ウィンウィンというか、ただその向上心がない、向上心があるゆえのあの温度差はまあ生まれかねないので、やっぱ環境なんですかね。すごいね、なんだっけな、性格診断の MBTI ってあるじゃないですか。あれの話を友達としてて、なんかすっごい分かりやすいよなって思ったの。家族とかといても思うんだけど、今目の前にある問題を先送りにするタイプと、今すぐ解決しないと何も手につかないタイプがいて、家族にもマジでこんなに分かれるんだって思って、私は絶対に目の前のことをあの後回しに しないというか、基本的には問題定義するタイプなんですけど、すぐさま。もうなんか同じ家族でも全然ね違うんですよね。あとは好きな食べ物を残しておく派か先に食べちゃう派か、でもやっぱ違くない？結構性格出るところって多いよね。えでもいい感じに薄いんじゃない？もしかして。すごい元気な鳥がいるよ。カラスかな。あとなんだろうな、なんだろう、どういう場面で出るんだろう。あと私がすごい違いを感じるのが、なんていうの、お出かけした時とかテーマパークとかでもそうなんだけど、こうすごい待ち時間長いのに耐えられる耐えられないもそうなんだけど、
なんか例えばここに行こうって決めて、まあ一緒に行くじゃないですか、誰かと一緒に。その時にどうしてもこう道が混みすぎてとか、そのパーク内が明らかに混みすぎて、ちょっとこれ入っても遊ぶの厳しいんじゃないのみたいな時ってあるじゃないですか。そういう時に断念できるかどうかってすごい違うなって思ったんですよね。私は結構断念できるタイプで、なんか、まあ、そこに行きたい気持ちはもちろんあるんだけど、それ以上に別に例えば友達と2人で行ったとするじゃん。だけど別にその友達いれば楽しくないっていう別に場所に場所で左右されるほどの関係性じゃないと私は思ってるんだけど、それで場所にこだわられた時に、あ、私と遊ぶのにこの人はここじゃないと楽しくないんだみたいなマイナス思考なのでだからね、結構ねちょっと臨機応変に対応してくれるタイプの方が私も明るく過ごせるっていうのはあります。なんでここに行こうと思ってたのに急にここになるんとか言われると、あ、すごい、あ、これはもうこの子は妹なんだ、私の妹なんだって思って過ごすんですけど、やっぱそういうところの価値観が意外と大事だったりしますよね。でもそうなんだけど、なんかどこ行くってなった時に何でもいいって言われるのは結構困る。私超苦手、何でもいいって言われるの。え？みたいな、なんか変な考え方だけど、完全になんか例えばね、あ、そういえばここに行きたいとは思ってたんだけど、まあ任せるよみたいな言い方だったらまだいいのね。何も提案せずになんか何でもいいよっていう人って、あの完全になんか責任転嫁されるんじゃないかって思っちゃって、もしその場所がすごい混んでてなんか予定通りに遊べなかったりとかしたら、この人はもしかしたら私に責任転嫁するんじゃないかみたいな思ったら選べない。何も近場なら、あ、結構別に私が緩すぎるのかな何でもいい、困るよね、困る。まあ、もちろんさ、壊滅的にさ、行き先のセンスがない人もいるからさ、あのまあ意見出す程度でいいと思うんだけど私はちょっと文句を言われるのが怖いので、私の一存では絶対に決めたくないんですけど、あ、ちょっと外うるさくなるかも、絶対おじったんだ、おじったん、いつも私が配信始めるとバイク鳴らすんだから。あ、行き当たりばったりもめっちゃいい、行き当たりばったり派だわ、ここ行きたいからついてきた派。あ、いいね、え、だって普通にもう目的地決まってるわけでしょ、それはめっちゃありかもしれん。確かにいいかも。そしたらさ、行きたいか行きたくないかで選べるもんね、相手的には。いや、何でもいいが一番ね、些細な喧嘩を生むと思うよ私は。いや本当に相手困らせる言葉だと思ってる、何でもいいって。だからなんかどこに行きたいって言われた時に何でもいいだけは言わないようにしてて、まああのそのなんていうのかな、もう何を言っても大丈夫なような間柄だったらまた別の話なんだけど、基本的に普通の友達には何でもいいってより、うん、どこがあるかな調べてみようってまず言うまず言う。行き当たりばったりがでも良くない？
あらかじめ何パターン、まあ、いいね、ちょっとプラン考えといてくれる派、あ、そっか、計画派だわ、そうだわ、プラン考えてくれる人はもうもちろんいいよね。私はもう完全なる行き当たりばったりだし、あの別に予定通りに行かなくてもいいっていうタイプだし、あんまり計画性がないので何でもいいって言っちゃうけど、言われたら本当に心理だ心理ですね。あ、そうだからね、私、まあ、親友、女の子のね親友がいるんですけど、親友とは基本的に代替案を考えた上で遊びに行きます。もしここダメだったらこっち行こうみたいなそれだけ決めます。が、私の計画性がなさすぎて、なんか本当に大丈夫みたいな、めっちゃ心配される。その親友はめっちゃ心配性だからさ、なんか私はもうどうにかなるっしょみたいなタイプなので、なんかまつげにいる、住み着いてる ちゃんと一緒に行く子が好きそうなものなのも、のあ、自分で作詞って言うんかいだから私と行くってなったら、例えばだけど、あ、アニメイト途中でついでに寄ろうよみたいなってことでしょ。私基本的にアニメイト仲間いないので、アニメイト行くときは一人なんですけど、一人まるまる唯一アニメイトはまあ余裕だなむしろアニメ知らない子とか連れてっても、もう気まずいよね、申し訳ない。私なんか、私歩く速度が結構速いタイプらしくて、置き去りにしかねないなって。愛犬散歩行ってらっしゃい。一人ご飯ありますね。全然あるよ。一人ご飯はでも新潟の方が行きやすい。群馬は無理。知り合いがいる気がして。群馬ではできない、地元ではそうできないね。なんか全然知らない土地だから何も考えなくていいなって思う。新潟は知り合いに会うこともないし、え、まだ30分、やば、リリ今日メイク終わるの早いかも。一人カラオケはあります。うん、ある。でも人からであれがやだ、受付で会えの全然わかんないからさ、あとあれなんだっけな、場所によっては私あんまりジュース飲むタイプじゃなくって、ジュースを飲まないとどうなるかっていうと、ドリンクバーがいらない人間なんです。ジュース飲まないからだから、あの
結構単品で頼みがちなんですよ、ワンドリンクとか。ってなると、あの必然的に店員さんが持ってきてくれるんですよ。それが結構気まずい個人的には気まずい。招き猫の朝倉でワンドリンク、何それ、したことないんだけど。何それ、招き猫にそもそも一人で行かない特賞うちは届いてはまだ開けてないけど、おー、何月のやつだっけでも私歌ってる時に荷物運んでもらってても歌うのやめたくないタイプなんですよね。なんかこれって気まずい、店員さんからすると。朝から、へえ、朝とか起きれないしそう、起きれないのが一番ある。早寝早起きできるようにしないとだな。そう、私はその一曲別に無駄にしたくなくて、だからもうできれば感想で入ってきてくれって思うもん。1月のやつ、おう、1月のやつかえ、最近のやつじゃん。え、私人間違いしたかも、なんか名前違うか、あれ、うわー、ちょっと間違えたかも。本名でさ覚えてるとさ、え、本名違かった、えー、リリちゃんと書いてるのかな。ちょっとうちわの特徴ね、今回めっちゃ多くて運がいいよ、引きがいいね。違う違う、同じ名前だけど違う方なのかなって思って書いちゃった気がする。あれあれで喉鳴らしに歌う曲、うーん、これといって、え、なんだろう、のど鳴らしか、ハロプロさんの曲かな。カフェブリコのバレンタインチョコマフィン、マジでいいこと聞いたわ。え、食べたい食べたい食べたい、全部美味しい。なんかさ、カフェブリッコのあのマフィンって重たくないよね、これ伝わる、なんか重たくないんだよね、生地が、うん、すごい。私結構スポンジ系って重たいなって感じること多いんですけど、そう、あそこのマフィンは重たくない。ハロプロのレパートリー初恋サイドおう、他にもいい曲ありますよ。ね、でもね、喉鳴らしに歌う曲はね、あれが多いかも。ね、特定の曲あるわ。アンジュルムさんの忘れてあげるっていう曲があって、その曲が多いですね。あれが個人的に思い切り合ってて歌いやすい曲があの曲で、
ラオケ行きたい。あ、カラオケ行きたい。うん、しょうがない。みんな知らないかな、忘れてあげる。会いたくて会いたくて。あやちょがまだいた頃だもん、勝田さんとか。あと、いや、みんないた頃だな、あの曲は。でも、この間のゆらちゃんのソロコン見てからまた、あの、昔の曲を聴くようになりました。もちろん聴いてはいたんだけど、改めて最近頭から離れなくてね、あの時代の今はこんなにっていうところと、コスモスの、あ、今出てこない、でもそう、フレーズが頭から抜けなくて、結構もうずっといる。しかもゆらちゃんの歌声でいる。本当に大好き。なんだっけな、なんだっけ、どんなんだっけ。忘れちゃった、出てこない。んーと、忘れちゃったよ。あ、そうだ、前にね、配信で、私恋愛アニメとか恋愛ドラマとか見ないんですよねって話をしたんですよ。そう、全然見なくて、共感できないから。で、そう、そんな感じで言ってたんですよ。でも昨日この世界の片隅にを見たんですね、アニメ版の。しかもあの古尺のやつ、2019年版を見たんですけど、はじめまして、はじめまして。2019年版を見たんですけど、あの、私は普通に文献というか、まあ勉強として見たはずが、思いのほかそういう要素があって、すごい気まずかった。で、なんかその、なんていうかな、カップルのそういう、なんかこう、なんていうの、微笑ましいか、微笑ましい姿を見た時に、私は自分でどんな反応をするんだろうって、まあ、思ったわけですよ。で、案の定私がした行動は、飛ばすでした。そのシーンを。もう多分見てられないんだろうな。全部飛ばしました、そのキスシーンみたいなところ。ごめんなさいって思いながら、結構他のドラマとかも、そうね、待って、来いって、他のドラマとかも全部飛ばしてる。そういえば気まずいんだもん。気まずいっていうか、なんかそういうの求めてないんですけどってなっちゃうだよね。なんだっけな、
なんだっけ、あ、そう、永遠の消防隊が好きで、でも一向に続き出ないからアニメね。だからアニメ1期2期まであるからそれを見直そうって言って私見直してたんですよね、個人的に。でもさ、あのみんなさ、わかるかな、まあわかる人に伝わればいいんだけど、あの誰だっけ、玉木ちゃん、玉木ちゃんがなんかもう可愛いんですよ、可愛いんですけど、もういいってそのシーンみたいななっちゃって、玉木ちゃん出てきたら飛ばすようになっちゃってやばいですごめんなさい。あのいいんですけど、あのいちいちその新羅くんがあの玉木ちゃんとぶつかったりとかそういうシーンがもう個人的にはもう、はい、ありがとうございました、お疲れ様ですっていう感じで、あの飛ばしまくるっていう、うん、戦い系こそあんまりいらないかな。なんかだから結構熱血系のアニメとか戦い系のアニメに恋愛要素入ってくると私なんかああでなっちゃうタイプだってことに気づいた。うん。そうなんですよ。向いてなくない？そういうコンテンツ見るの。おはようございます。でもだからなんかもう、あ、もうこれはカップルの話ですって最初に前提としてあればいいんですけど。思ってたんと違うっていうのが起きるの自分の中で。これを巻きたいな。今アイロンなくてここに。主人公が恋とかなんか恋愛作品だったらいいと思うんですよ。でもてか別にあの恋愛をすることに関してはもうあの良いと思うのですが、あのその描写がだんだんなんかこのストーリーの間に細かく入ってくるとあのもう大丈夫もう大丈夫ですってとりあえずストーリー続けてもらっていいですかねみたいになっちゃう。結構そういう節があります。私はあと10分ぐらいかな。カラオケさできるけどさ別に歌う曲ないんだよえ何があるかな。どう考えても鼻声だしね、悔しいしね、本当に喉の調子良くないよね。何かがいる？喉大丈夫かな？ドキドキが恋はエリアンなのか。まあ物は試しか、やってみるけどできる自信は全くないどこの高さ？恋はこんな低くなくない？ダララダララ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 
歌える。でもキー下げたらね、A B メロがすごい暗い、あの低くなっちゃう、暗いじゃなくて。え、これラグ大丈夫？ラグがあるってことに。おお、元気なカラスだな。元気なことはいいこと。もうめっちゃ嫌。まあ、とりあえずやってみる。ちょっと無理そうだったら止めるね。気持ち弱い。全力で走る、わけもわからずに叫んで、心に住み始めた変なものとどう付き合えばいいのだろう。恋はエイリアンなのか、まさか初遭遇、体のどこかで気配がする、自分と恋はエイリアンなのか、共存している感情は片思い、ハート分けしようみんな。キュンキュンが止まらない、息が苦しくなる熱い鼓動、教室に待っていた、切なさに影ができた、あいつも好きだって聞いた、絶対負けないとつぶやく、根拠ない自信とその願望は木々を揺らす風になった。君はウイルスみたいに僕を蝕んでく、昼間の悪夢にうなされてる、愛した僕がいけないんだね、君はウイルスみたいに急に熱を上げるよ、死んだ無知に探し求めてるワクチンは両思い、誰かから移された僕は何と戦えばいい、いつかはわかるさ、恋はエイリアンなのか、まさか初遭遇、体のどこかで気配がする、恋はエイリアンなのか、地球外の生物、いつの間にか共存している感情は片思い、ダメダメです、ダメダメでした、諦めてしまいました。お、すごい、コメント戻っちゃった。もうね、10時まではね歌える。
10時までは。何歌おうかな。うん、なんだろう。なんかないかな。お仕事、いってらっしゃい。じゃあ NGT の曲にしよう。これにする。ジュアルか11月のアンクレット歌いたいので、どっちがいいだろう。マナさんの卒コーで見てからまた歌いたくなりました。ジュアルかアンクレットです。最後は多分の合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんなに僕はどんどん惹かれてゆく。うわぁ、高い久しぶりだったら。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって、くたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ、大切なんじゃない。そんな君のそばにいる僕の器はちっちゃすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。人は皆ちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。
どこかネジが緩んでる。マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツ、ポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。こっちか。今何分だろう。あと1曲なのかな、あと2曲なのかな。今お時間分かる方います？てか近くないとさ、コンタクト入れてないから見えないのが。ラガン、ラガンダメ絶対、ラガンダメ絶対。あ、嬉しい。赤ちゃん、赤ちゃんに、赤ちゃんに聞かせられる声にしないと。ジュアルかアンクレット、どちらがいいでしょうか。まあでもジュアル最近歌って、アンクレット歌ってないから、アンクレットにしようかな。出るかな。久しぶりに会いたいなんてどうしたか。意外に混んでるビーチハウス、季節外れの待ち合わせ。僕たちが好きだったパンケーキが来ない。左手を立てて薬指にわざと見間違えちゃった。新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか。
ささの水しぶきまで切なくなってきた。思い出はいつかどこかで片付けるつもり、彼の家までこのまま送ってくよ。アンクレートアンクレート左の足首に11月のアンクレート、今でも外せがとか言ってたもんね。やっぱやるべきなのか。よし、もうさ、髪もう嫌い、髪切りたい。よし、ランキング読みます。13位カモシーさん、12位ユキリン553、11位パックさん、10位バンブーさん、9位ワタちゃんさん、8位ケイトさん、7位アキタンさん、6位キヨさん、5位ウッチーさん、4位クルルさん、3位くすんだ猫さん、2位キーちゃん、1位アンバタさんです。ありがとうございます。11月のアンクレットとジュアルデイズのフレーズが耳から離れるよかったでいいのかな、よかったでいいのかな。ありがとうございます。よし、今日は活動的になれるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。明日も配信すると思います。仕事に集中、仕事中か集中してください。はい、なので明日もすると思います、配信。よかったら来てください。午前中か昼間かだと思われます。はい、それではまた明日、あとはメールとかチャットでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。